ました。海流法です。生命判断の方をやっておりますですね。こちらの方、今はね、怨霊誘導について、ずっと説明しておりますけども、今回は、無、ね、万葉庵では武士の無って書きますけどもね、言葉の形ほど強い音ではありません。片仮名で書くと二画、平仮名で書くと四画、水性の音です。事象としては、まあ、消極的、従順、で、補佐向きですよね。で、非常に依頼心が強い。だから、誰かがいないと、ちょっと不安定になって安心感が得られにくい。つまり、家庭とか会社では、ちょっとね、自分の立ち位置とか居場所とか、ポジション、ちょっと注意してほしいかなっていうような、音でございます。はい。まあ、ね、どうでしょう。非常にね、純粋なところがあるので、まあ自分の立ち位置っていうのをどうするか、自分の方向性をどうするかっていうのを、考えたときに、そう、一歩踏み出す勇気がないっていうのが結構多いので、そういう感じでですね、どうでしょうか。無なぁ、無どうなんでしょう。でもなんか、武蔵とかなんか強そうじゃないですか。ねえ。いや、そこら辺は、まあ、ここら辺の、従順って自分の気持ちに従順なんでしょうか？どうなんでしょうか？まあ、どうでしょうね。まあ、これの国はなりやすいタイプなんで、まあ、軸になる方とか、ついていける方。まあ、ね、まあ、奥さんの名前だったら旦那さんについていってはいい家庭とかね、できると思いますし、会社でもやはりね、どうでしょう。専務さんとか常務さんになると、まあまあ、力を発揮するんじゃないかって、まあ、補佐向きなんでね。そこら辺の自分の立ち位置とかポジションをね、よく考えて、最初にこう、行くっていうのが大事かもしれません。ちょっと控えめで消極的なんで、そこら辺をね、どうやっていくかっていうのがね、運命を左右するキーワードになってくると思い、キーポイントになってくると思います。